多分ね、それやるんだったら20秒とか30秒ぐらいにして、とにかく早く動くとかね、早く動くこと、足をタタ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 早く動くこと。だからゆったりとダン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 って50秒やっても1分やったって、結局早いラリーになった時に追いつかないじゃない。で、早いラリーになった時にちょこちょこちょこっていかなきゃいけないから、そこでまず追いつかなかったら、長い秒数を動けたとしても結局試合には通用しないわけよ、試合では。だから細かなステップを20秒30秒を長くできた方が、ゆったりのフットワークってさ、後ろからダーン、あのバドミントンはそれ確かに5つのものをさ、バランスよくやらなきゃいけないっていう話ではあるんだけど、でもその中でもやっぱり技術力っていうのはウェイトは高いんだよ、バドミントンは、うん、今回お前たち2人がこうやって打つクリア、実際どうだったよ、今までのクリアとまた違うよう、違う、できたの、それやっぱバドミントンってラケット競技だから、ラケット競技だからさ、いかにやっぱりこのラケットをうまく使って相手を惑わすか、そしてうまく使って、あのいろんなコースに打てるか、そしてそれで力強い球が打てるのかっていうのがラケット競技の最大の特徴なわけよ。だ、そのやっぱり技術力っていうのはバドミントンではウェイトは、さっきの5つ言ったけど、ウェイトは結構高いわけ。やっぱり技術力のないやつは、技術力のあるやつに結局足を止められてパーンと打たれてうってなったら遅くなるに決まってるやろ、絶対に。一瞬な、その一瞬遅れて逆に動かなきゃいけないっていうのをたくさん繰り返せば繰り返、それを繰り返すことで相手はどん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 体力を消耗するわけ。ではやっぱり疲れてくるわけよ、確実に。 1セット目はそうでもないかもしれない、2セット3セットってやった時には自分の疲れ度合いと相手の疲れ度合いが大きかったら、もちろん相手が疲れるということは結局メンタルも集中力も欠けてくるわけやろ、さっき言ったね。スピードも落ちてくるわけ、どん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 、やっぱりどん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 消耗させてるわけ。同じレベルだったら簡単には絶対決まらないんだから、決まらないのに決めようとしたら自分がミスをする、決まらないんだから、やっぱりどん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 、だから試合っていうのはさ、こう どうなるか分かんないけど、最後はだから相手が弱かったって強かったって、結局メンタルが弱ければ自分で潰れていってくれるから楽だけど、そうじゃないんだったらやっぱり体力を削るっていう方法っていうのはもう絶対に必要なわけ、相手が強くなる。なるほど、うん。だからスマッシュだってさ、もう全力で全部スマッシュをフルスイングで振ったら疲れるに決まってるやん。あの体力の消耗っていろんな消耗があるんだけど、緊張したりすればするほど体力も消耗するし、